カジヤ線は、兵庫県西脇市の野村駅から、兵庫県高郡中町のカジヤ駅までを結んでいた。西日本旅客鉄道の鉄道路線、西脇市の中心部を通っており、野村駅西脇駅間に限れば、比較的利用者が多く、加古川線から分岐していた4路線の中では最も、輸送密度が高かった。そのため、特定地方交通線第1次、廃止対象線区からは除外された。 しかし、第三次廃止対象線区の選定では、除外基準が引き上げられたため、特定地方交通線として承認され、1990年4月1日に廃止となり、バス路線へ転換された。なお、廃止後の線路跡地は自転車道として整備されたり、既存の道の拡幅やバイパス道路の整備に使われたり、市原駅跡や、鍛冶屋駅跡が、 鉄道記念資料館として整備されるなど、有効的な活用が図られている。加古川線の加古川駅野村駅間と一体的に運行され、運転系統としては、加古屋線側が本線的な扱いであった。ほぼ全列車が、加古川駅西脇駅間及び、加古川駅加古屋駅間に直通運転されていた。また、西脇駅からも加古川線の野村駅、 谷川駅間に直通する列車が設定されていた。廃止時点で、加古川駅冶屋駅間の列車がほぼ1から2時間ごとに運転され、その間に、加古川駅西脇駅間の列車が1の2本運転されていた。全線の所要時間は約23分。記念館となった旧冶屋駅舎廃線後の自転車道では街灯を、整備の村駅に停車中の冶屋線規ハ20。 西脇駅2番線に停車中のキハ37明治20年代後半から繰り返しこの地域では鉄道建設の構想があったが実現していなかった。1910年11月になり、加藤郡河江村の芝吉次郎が中心となって出願した京弁鉄道の計画が認可を受けて、1911年5月、万州鉄道株式会社が設立された。 阪州鉄道は順次現在の加古川線にあたる路線の建設を進め、1913年に西脇駅まで開業した。その後の建設工事は遅れていたが、当時の阪州鉄道の大株主で、地域の大地主でもあった藤井茂吉が資材を投げ打って建設工事を進めさせた。このため、西脇駅市原駅間の約 3.2km だけがその先の区間より2年。 先に開業している。これを目にした他の地区の住民も慌てて、土地の提供や資金の拠出に乗り出し、残りの鍛冶屋までの線路も1923年5月6日に開業を迎えることになった。この先路線は、高群上町まで延伸される計画であったが、第一次大戦後の不況で経営が悪化し、延伸計画は断念された。鉄道の路線は破綻鉄道にされ、 福知山線に接続する野村駅、谷川駅間も同社の手によって開業された。この区間の開業により、カジ屋線の区間は加古川線の支線となった。カジ屋ではコンピラ大祭という祭りが毎年開催されており、この祭りの時期に合わせて臨時列車が増発され、最盛期の1938年には30分おきに列車が運行されていた記録があるという。 貨物輸送も、それまで馬車で運ばれていた原子が、鉄道輸送に切り替えられ、鍛冶屋の地場産業である、晩州式を支えていた。また、上町から出荷される杉、日の木も、昭和10年代には、年間4万トンほどが鍛冶屋駅から発送されていた。酒造り用の米である、山田錦式の発送も行われ、中村町駅や鍛冶屋駅にはそのための引き込み線も用意されていた。 第二次大戦中に戦時買収され野村駅鍛冶屋駅間が国鉄鍛冶屋線となった昭和40年代頃からモータリゼーションの進展と地場産業の変化に伴い旅客貨物輸送量ともに落ち込み始めた昭和52年度から54年度の輸送密度は2039人日だったのが56年度1600人日59年度1400人 日と落ち込み、営業係数は1026となっていた。沿線では、存続運動の拠点として、ミニ独立国、カナソハイニノ国の建設が1984年11月に宣言された。国名は、カジヤ川から、駅名の頭文字を順に並べたものである。様々な利用促進イベントを実施して、注目を集めたが、廃線を止めることはできなかった。 1986年に特定地方交通線第3次廃止対象選区として申請され翌年承認。1987年4月に JR 西日本に承継された。同年6月、専門委員会が設置されて、第3セクターへの転換、バス転換、野村駅西脇駅間のみの存続などが検討された。当初は第3セクター化が 有力視されていたが、先に第三セクター化された北条鉄道、三木鉄道が、いずれも転換当初から、経営難に直面したため、兵庫県が支援に難色を示し、その結果1988年12月に全線廃止、バス転換に決定され、1990年に廃止された、新規グリーンバスの西脇火事や上区方面の、 路線が大体いいバス路線として位置づけられているが、この路線は、西脇市中心部を迂回するため、カジヤ線の配線跡を忠実にトレースしているわけではない。またこのほか、高町コミュニティバスのギックバスのうち直行路線が、カジヤ線配線跡に近いルートを運行する。ありがとうございます。